人が離れました。スタートしました。ポンと14番負けたらあかん、好スタート好ダッシュを見せていますが、内からは3番のアイアム優秀、真ん中から10番レーザーショー、この馬が先頭に立って足元ダートに変わりました。スッと4番カセノラオー2番手、さらに内から3番アイアム優秀、こちらが2番手に上がります。前3頭を追って2馬身差、14番負けたらあかん、さらに2馬身6番のリズベリオ、その後ろ1段で13番コスモフレディが上がっていきました。その外から2番のキングレノン、最内は1番のサルバシオン、この馬群の中には5番のマインドマイワーズですが、かわして12番のザッツ上がって3コーナーカーブ、あとは4馬身ぐらい空いて8番のアカリリッキー、その後また2馬身11番のスイートウィル、そのうちは9番のプレイフルネス、1頭置かれて7番の3339最高峰縦長4コーナーカーブ、さあ前2頭並んで10番のレーザーショー、外からは3番アイアム優秀、外へと出して直線に入りました。この2頭の追い比べ、その後は3、4馬身空いて4番カセノラオー今3番手、その後2馬身3馬身14番負けたらあかん4番手、抜けた3番アイアム優秀、残り100を切って1馬身2馬身リードを開く、10番レーザーショー2番手、4番カセノラオー3番手、アイアム優秀ゴールイン、2着10番レーザーショー、4番カセノラオー3着、その後大きく離れて14番負けたらあかん以下続いています。3番のアイアム優秀